ほぼテキストブラウザはマットによって作成されたウェブブラウザである。Windows 標準アプリケーションであるメモ帳に極めて近いインターフェースを持っていることが特徴である。メモ帳に極めて近いインターフェースを持っていることで知られる。表画面と裏画面を CTRL タブのキー操作で行き来できるようになっており、一方の画面はウェブブラウザ画面、他方の画面は テキストエディタ画面であり、Windows 標準アプリケーションのメモ帳との互換画面となっている。テキストエディタ画面は、メモ帳同様に、ファイル、編集、書式、表示、ヘルプのメニューを持っており、テキストエディタとしての最低限の機能である、ファイルの編集機能、ファイルの新規作成、既存ファイルを開く、ファイルへの保存などは、実際に動作可能となっている。また、 タイトル部分に表示される文字列は設定により自由に変更可能となっている。ウェブブラウザ画面もメモ帳同様にファイル、編集、書式、表示、ヘルプのメニューが設けられている。またタイトル文字列には蒸気設定がそのまま使われる。しかしメニューを開くと新しいページ、クリップボードの URL に移動、ブックマークに追加などのように ウェブブラウザとしてのメニューが表示される。また、CTRLU のキー操作によって URL 入力画面の表示、非表示を切り替えることが可能となっている。HTML を解析、編集テキストっぽく表示するという表示スタイルであり、JavaScript を必要とするページ、ポストアクセスを必要とするページ、フレームや表なども表示可能となっている。画像については、 メモ帳っぽさを犠牲に、本来の見栄えを重視した、そのまま、表示、メモ帳に、最も近い表示形式である、表示しない、ALT を展開、本来の見栄えを意識しつつ、メモ帳っぽく見せる、サイズを保ち非表示などの表示方法を設定によって、選択可能である。ウェブブラウザでよく設けられている、リンクの下線表示も設定で非表示にすることが可能である。なお、 タブブラウズ機能は設けられていない。前述のように、トスタニー画面をテキストエディタ画面に戻す以外に、イース C で全てのほぼテキストブラウザを最小化、シフトイース C で全てのほぼテキストブラウザを終了させる機能も設けられている。内部的には IE コンポーネントを使用。1.0系列の最新版は1.3、1.0。 SSL 通信にも対応している。2.0系列の最新版は2.0、2.0で、こちらは内部的にプロキシを用いている関係上、SSL 通信には完全には対応していない。現在は公式サイト閉鎖に伴い、バージョンアップの目途は立っていない。ありがとうございます。